はい、マジセミの寺田です、今日もですね、お集まりいただきましてありがとうございます、時間になりましたので早速始めていきたいと思います、今日はですね、ノート PC のレンタルの話ですね、テレワークを今、推進していかないといけないというところで、今日ちょっとこの後プレゼンもしますけども、ノート PC がやっぱりちょっとそもそもノート PC がないと始まらないというところもあるので、ですね、でもなかなかこう一部の人にはリモートワークもうやってた企業も全員っていうとなかなかですね、そこまで準備が整ってないっていう企業も多いと思うので、そういった方にはですね、ノート PC のレンタルっていうのは結構現実的な回だと思うんですけども、そこについてですね、いくつかのサービスの比較をしてみましたので、解説をしていきたいと思います。またですね、マジセミでもですね、ちょっとノート PC のレンタル始めましたので、その宣伝も最後にちょっとさせていただければと思いますけども、じゃあ早速画面を共有させていただきます。最初にですね、ちょっと初めましての方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に自己紹介ですけども、私、もともと野村総合研究所という会社におりまして、20年ぐらい勤めたんですが、後半はですね、社内ベンチャーでオープンソースのサポートサービスを、起業しています。オープンソース焼きそばみたいなダジャレのノベルティも作ったりしてたんですけども、結構バズったんですが、今はいくつかのビジネスをやらせていただいてるんですけども、メインはこのマジセミということで、今日も皆さんお集まりいただいたのはこのマジセミという枠組みなんですけども、セミナーのですね、運営や集客 のご支援をさせていただいてます。で、もう今はもうほとんどの 100% ウェビナーでですね、やっています。おかげさまでですね、非常にウェビナーやりたいという方がたくさん、いらっしゃいまして、今5月は非常に多くて30回ぐらいですね、やってると思うんですけども、集客の支援だとか運営の支援をさせていただいてます。はい。じゃあ、今日のですね、まずちょっと注意点です。ここ大事なので聞いてほしいんですが、今日はいつものちょっとマジセミと少しオペレーションを変えています。まずですね、質問は、Zoom の Q&A の機能で入れてください。ここは変わらないんですけど、質問を入れていただくとですね、今日は参加者、皆さんにですね、その質問がすぐに共有される設定にしています。今、ちょっと私がさっき入れたのもテストで1個入ってますけど、こんな感じでですね、共有されます。で、共有するときにお名前はですね、ちょっと共有したくないなっていう場合はですね、匿名の質問ができるようになってますので、匿名で質問するっていうチェックボックスがですね、あると思うんですね。なので、お名前を伏せたい場合は、そこのチェックボックスに入れて質問していただければと思います。で、他の人の質問に対する、返信、コメントだとか、いいねボタンもですね、ありますので、今日はちょっとですね、これを使って、皆さんとですね、インタラクティブな、ウェビナーをやっていきたいと思います。で、なるべくですね、ウェビナーの最中に、質問に対して私の方で回答していきたいと思うんですけども、もし、質問が多くてですね、全部回答を拾いきれなかった場合は、すいませんが、最後のですね、一番最後にアンケートをご案内しますので、そちらの方に入れていただければと思います。あとですね、投票を何回かやりますので、これはその時にまた指示しますので、ご協力お願いします。で、一番最後にですね、アンケート。こちらは、チャットで、アンケートの URL をですね、送ります。なんで、QA じゃなくてチャットの方ですね。これで URL を送りますので、ブラウザで開いていただいて、アンケートのご協力をお願いします。で、今日ですね、比較表、ちょっと1ページだけなんですけど、おそらくこれ、皆さん、会社でですね、臨機したりするときにお役に立てるかなと思うんですね。なので、アンケート回答いただいた方に、そのですね、資料を送りますので、ぜひアンケートの方ですね、最後に案内しますので、ご協力をお願いします。ちょっと比較書いてませんが、この辺で比較をちょっと解説して、でマジセミのレンタル PC のサービスもですね、少しご紹介をさせていただければと思います。で、質疑応答は最後、時間取りますが、もう随時、どんどん入れてください、お願いします。で、今、緊急事態宣言、延期されまして、
旦5月末まで、で、まあ、このままいけばですね、5月末に解除されるだろうと思いますけども、だからといって6月からですね、みんなで、全員が出社するってことには多分ならないじゃないですか。で、この後ですね、経団連でもガイドラインが昨日14日って言ってたんですけど、出てまだないような気もしたんですけども、要は業界ごとにどういう働き方にするかっていうガイドラインを、まあ、出すことになってるんですね。で、そこでもですね、基本的にはテレワーク推奨になるはずなので、まあ、6月以降もですね、テレワークをやっていかないといけないというような状況です。また、まあ、どっかで第2波とか第3波が来るだろうというふうにまあ言われてますし、まあ、そうなった時にも備えてですね、テレワークをやっていかないといけないっていうのようなのが、まあ、我々の置かれている、まあ、状況なわけなんですけども、まあ、いろいろテレワークをやるって、まあ、結構大変で、まあ、設備面、ノート PC とかもありますけど、まあ、人事制度が対応しているのかとか、まあ、最近言われているのは評価の面ですよね。時間じゃなくてやっぱアウトプットで評価しないとテレワークだってなかなかやりづらいっていうところで、そういったところを変えていかないといけないだとか、まあ、この辺は実はちょっと来週議論するウェビナーあるんで、まあ、ぜひご参加いただきたいんですけど、あと承認の、まあ、ハンコですね、決済とか、ハンコ文化があるんで、それをどうすればいいかとかですね、あとですね、まあ、郵便物だとか、電話ファックスがやっぱ会社に届いちゃうので、まあ、それをどうするかみたいなところがあってですね、一筋縄ではいかないんですが、で、今、で、テレワークって大体こう3段階で進んでいくと思うんですね。まずは、暫定的な対応。もう今は、ほとんど、まあ、出社してないと思うんです、皆さん。で、その中で、じゃあ、なんていうんですかね、こう、まあ、いろいろこう準備も正直整わないんですけど、暫定的にもやらないといけないっていうのが、それがまあ今ですと。で、ある程度落ち着いたら、少しですね、まあ、そうは言っても、ここはちょっとやっぱりちゃんと、しないといけないよね、みたいな、まあ、主にセキュリティ面が多いと思うんですけど、そういう対策をしていくっていうところがあって、で、3番目は、DX の話ですね。まあ、テレワークは、まあ、そもそも、まあ、働き方改革だとか、DX っていう中で、まあ、もともとやっていかないといけないよねって言われたところが、まあ、このコロナで、もう今すぐやらないといけないっていうところになってしまっただけの話で、もともとやらないといけないっていうところ。ただそこは皆さんのビジネス、まあ我々のビジネスと、が本来行くべき、方向性とですね、こう合わせていかないといけないので、まあそういう整理をしていくと思います。まあこれは、すぐできないっていうか、時間かかるので、まあこう、今年、今年度いっぱいとか来年度に向けてみたいな話になると思うんですね。で、ただ今はもう暫定対応だと思うんです、方法ですね。で、これ、ガートナーの資料ですが、まあ、ガートナーも同じようなことを言っていて、まあ、同じような3段階が、まあ、あるんですけど、まずはもうリモートアクセスができて、まあ、メールとかですね、ができるように、まあ、しましょうみたいな話、まあ、その後コラボレーションみたいな話になっていくんですけども、まあ、今日は、まあ、ほぼほぼ、まあ、こっちの方、まあ、多少少し皆さん関心があればお話しできればと思うんですけど、まあ、基本、まあ、ノート PC なんでもここですということですね。で、暫定対応、まあ、設備面以外は、まあ、特にそんな大手の企業さんじゃなければ、ある程度柔軟に対応するっていうところができるのかなと思ってるんですが、まあ、この辺はですね、当番制で出社とかも皆さんやってると思いますし、まあ、ただもう設備はどうしようもないっていうところが、まあ、ありますというところですね。で、早速ですね、ちょっと皆さんに、お聞きしたいんですけども、設備面の暫定対応として、今ちょっと投票の紙をまず出しますね。はい。設備面の暫定対応として、すでに準備済みのものを教えてほしいんですね。で、選択肢を用意しました。まあ、今日ノート PC なんで、ノート PC はない方が多いかなと思うんですけど、まあ、セキュリティ対策はもう、考えてありますとか、ですね。あとは VPN はもう用意してますとか、会社の PC へのこうリモート接続するっていうのが必要だと思うんですよ。つまりどうしてもブラウザだけでは動かなくて、会社の特定のパソコンの中にある特定のソフトを使わないといけないみたいなものがあったりだとか、あと VDI をですね用意しているとか、あとウェブ会議、まあ、今日も Zoom でやってますけども、そういうのが必要だとか、まあ、ビジネスチャット、Slack とか Teams みたいなものも必要だし、オンラインストレージだとか、
で、クラウドでの勤怠とか生産管理みたいなのも必要ですよね。で、シングルサインオンみたいなのも、まあ、必要かもしれないので、とりあえずもう、ここはもう準備されてるよっていうものを、まずはちょっと、チェックして送信してもらっていいですかね。若干ちょっと時間を取ります。ノート PC を、まあ、準備済みの方もいらっしゃいますけど、まあ、今日は比較して少し乗り換えようっていう、そういうことですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ、一旦ちょっと締め切っていきます。よろしいですか。まあ、この後、今後についても聞きたいんですけど、一旦締め切って、で、結果共有しますね。リモート接続、結構、もう使われてる、用意されてる方多いんですね。あとは、まあ、ウェブ会議も、まあ、早速用意されてるっていう形ですかね。はい。あとはチャットとか、まあ、ノート PC も若干ご用意されてるっていうところですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、その次なんですが、まあ、同じ選択肢なんですけど、じゃあ今度、この後揃えないといけないと思っているものですね。それについて同じ選択肢でちょっと、お聞かせください。お願いします。ノート PC が少し多いですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ、締め切らせていただいてよいですかね。はい、じゃあ、締め切ります。こんな感じで、まあ、さすがにやっぱりノート PC が多いですが、まあ、セキュリティ、まあ、先ほどもちょっと用意されてるっていうの方もそれなりにいらっしゃいましたけど、セキュリティだとか、まあ、VDI とかですね、オンラインストレージみたいなところですかね。リモート接続はあまりない感じですか。なるほど、なるほど。わかりました。続けていきますけども、ぜひ質問の方もですね、入れてください。今日は比較、正直そんなに説明する時間は取れないというか、取らなくて、すぐ終わっちゃうので、まあ、早く終わったら早く終わりにしますが、よろしければ質問をですね、入れていただければと思います。で、まあ、いくつかですね、レンタル PC を比較してみました。で、まず条件ですね、はこんな条件でやりました。条件によってやっぱ正直かなりこういろいろ金額にも差があるので、まあ、ある程度、まあ、ウェブ要は業務としてですね、ウェブ会議をやったりとかですね、できるスペックである必要がもちろんあるので、まあ、CPU は Core i5 以上で一応探しました。で、メモリ8ギガ以上ですね。で、Windows 10 で、ウェブカメラが、まあ、あること。で、無線 LAN もほとんどみんなあるんですけど、無線 LAN あって、一応レンタル期間も後でちょっと言いますけど、1日からみたいなとこもあるんですけど、まあ、一応1ヶ月で比較してます。で、法人向けサービスですね。まあ、法人向けって歌ってるとこもあるんですけど、一旦それは除外して、まあ、法人向けのサービス。まあ、個人でも借りられるところもありますけども、その、この後、の比較の中でですね。はい。まあ、これで比較してみましたと。で、結果は、こちらです。